これさえあればアベルは助かるのね。青き玉の勇者アベルを倒す絶好のチャンスだというのに、バラモス様は、俺なら人思いに倒す者を、また生き延びたようだな。ますます気に入ったぞ。お前なら青き玉の勇者アベルの息の根を止めることができるかもしれん。お前には特別に強力な呪いの兜をやろう。アベルを倒すとき一瞬でもためらわぬようにな。してるぞ。あ、なんだありゃ。ディアラ。よし行くぞ。間に合ったらしいな。ティアラあり。どこだけ。ザナク様。おお、戻ったか。ザナク様、これでいいのね。どれどれ。おい、どうなんだ。よくやった。確かにパデキアの歯じゃ。やった。早速これをすりつぶしてアベルに飲ませるとしよう。さあ、これを早く飲ませてやるのじゃ。はい、アベル、飲んで、薬よ。ダメだ、もう薬を飲み込む力も残ってない。アベル、しっかりしろよ。アベル、アベル、お願い、薬を飲んで。ギュー。飲んだわ。よろしい、みんな
はちょっと下がっとれ。今から強力なやつをぶちかます。ティアラ、下がっていなさい。ティアラ、下がれ、危ねえぞ。よかろう、アベルの手を握っていてあげなさい。くっそー、アベルのやつ元気になったらぶん殴ってやる。もう父なる神、母なる神、すでにこの地を去りし古き神々よ、我に力を貸し倒れ伏したる戦士の傷を癒したまえ。時の始まりより来たりて時の終わりへと変え、精霊の力を持ちてかの者の失いし者を呼び戻さん。エレアにも世の見せらわり、ステータチトーネク、精霊の力を見よう。エレアにも世の見せらわり、ステータチトーネク、エレアにも世の見せらわり、ステータチトーネク、エレアにも世の見せらわり、ステータチトーネク、エレアにも世の見せらわり、ステータチトーネク。え、なんだ？ティアラ、これは夢なのか？アベル、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 アベルのバカ！え？どうしてもっと早く助け出してくれなかったの？小さい頃からいつだって何があろうと真っ先に助け出してくれたじゃないの！ティアラ、待ってたんだから、ずっとずっと待ってたんだから。アベルのバカバカバカ、昨日から飲まず食わずで大変じゃったろう。まあ大したものはないが、遠慮せずにやってくれ。いただきまーす。おたくら遠慮ってもの知らないの？ドドンが知らんが、もこもこ知ってる。こういうもんじゃねえことは確かだな。ドドンが食いもんでないの知らなくていい。この大飯ぐらいやの。まあいいじゃないか。うん、よう、デイジー、食っとるか。え、あ、あ、食べてる。お、青き玉の勇者と赤き玉の聖女のお出ましじゃぞ。よっ、これはね、ティアラ。みんなのおかげでおいらこの通り元気になれた。心からお礼を言うよ。みんなありがとう。水くせえこと言うなよ。仲間同士持ちつ持たれつさ。
あんたの場合はもたれっぱなしなの。いや、なんだと？ティアラ、ここ空いてる、ここ。おお、そうじゃ。二人ともこっちへ来て食べた食べた。ほれほれ。ティアラ、早くドドンガの隣に来る。何言ってんだ、ティアラ、オラの隣に決まってんだろ。ドドンガの隣。てめえ生意気だぞ。喧嘩はやめて。モコモコもドドンガも私の大切なお友達でしょ。ほら、ここに座ればいいんじゃない。ドドンガの隣でモコモコの隣ね。そっか、オラの隣でドドンガの隣。納得。うん、あー、ティアラ久しぶりに笑った。嬉しい。ほら、もうこれで胸の使いが取れたよ。さあ食うぞ。なに、お前らまだ食う気か。この底なしバラビット、もうこれで終わりじゃいと。ティアラ、これ食べる。これ食えよ。これも。これも。いやー、こんなにいっぱい食べられない。ここいいかな。え、ああ、女、俺とデイジーちゃんの仲を引き裂く気？それちょっとひどいんじゃね。誰が俺とデイジーちゃんの仲だ。そりゃないじゃないの、デイジーちゃん。くにゃん。お前になんぞラリホ使うのももったいないわい。あ、アベル、こんなやつ気にせんでええぞ。いいのか、ティアラのそばにいてやらなくて。ティアラとはさっき二人きりで話したからいいんだ。それにモコモコにも積もる話があるだろうしな。それでティアラとはどんな話？それがさ、小さい頃どんなきっかけで喧嘩したとか、ティアラの作った発明品が何回どんな風に失敗したとか。不思議なんだ、離れ離れになっていた間のことより昔の話ばっかりで。でもティアラと話してるだけでなんだかモリモリ元気が湧いてくるんだ。オイラが助かったのはデイジーたちやザナック様のおかげだってことは分かっているけど、オイラに命を吹き込んでくれたのはティアラなんじゃないかって気がするんだ。あ、どうした、デイジー。なんでもない。どこ行くんだい。別にいいだろ、ほっといてくれ。ああ、何か怒らせるようなこと言ったかな。そのようね。え、女心は複雑なのよね、これが。ところでアベル、これからどうするつもりじゃ。もちろん竜の天秤を取り戻しにバラモスがいるエスタークに乗り込もうと思っています。無理じゃな。エスタークどころかバラモスが支配してるゾイック大陸にだって行けやせんじゃろ。え、おっしょ、どういうこと。ふん、見せてやろう。おい、来い来い、アポート。それは真理の世界級。俺は見たい場所を見たいとき、その姿のままに見せてくれる魔法の地図なのじゃ。これを見なさい。ゾイック大陸はおろか、中央大陸やトイラ大陸周辺の海まですでに死せる水に侵されておる。こんなに。特にゾイック大陸に最も近いトイラ大陸は死せる水のために大きな被害に遭っておるようじゃ。動物や植物は死に絶え、人間は疫病で死ぬか、大魔王バラモスの奴隷となってこき使われて死んでいくかのどちらかじゃろうな。だからこそどうしても竜をよみがえらせなくてはならんのじゃ。死せる水を清める力がある伝説の竜をな。死せる水を清める力？あの竜が死せる水をきれいにしてくれるって？本物の竜は自然の守り神じゃ。未熟な力でティアラがよみがえらせた竜とは違う。どうすりゃ本物の竜をよみがえらせることができんだ。聖杯と聖剣を竜の前に捧げ復活の呪文を唱える。そうじゃな、ティアラ。はい、そのうちの聖杯がどこにあるかはアリア班に行けばわかるとソフィア様はおっしゃっていたわ。だったらまずアリア班へ行こう。うん、その後竜の天秤を求めてエスタークのあるゾイック大陸に行こうとするなら、死せる水を避ける方法は2つある。よいか。一つは不死鳥ラーミアを復活させて空から侵入する方法と、中央大陸とゾイック大陸の間のガイア海峡を渡る方法じゃ。ガイア海峡？でもあそこは潮の流れが激しくて。まあ不死鳥ラーミアをよみがえらせる方が確実かもしれんな。お前たちもうオーブを持っておるんじゃろう。ええ、でもまだ二つしか。アポート。
さあ、これで三つじゃ。そりゃグリーンオーブか。おお、まさしくグリーンオーブ。真の勇者が現れるまでとわしが預かっておったのじゃ。今こそこれを渡そう。残るはあと一つか。やったな、アベル。残りの一つももうすぐお前たちの手に入るじゃろうって。本当に？アベルにはまだ渡すものがある。おお、これじゃこれじゃ。おっしょ、なんでそのバッチのは。さあ、これを着るんじゃ。おれ。はい。我が一族が勇者に渡すため守ってきた勇者の服じゃ。それともう一つ、おれ、稲妻の剣じゃ。どんなモンスターも真っ二つ。そんな錆びたのが本当に。早速それに着替えて剣をつけるのじゃ。わしに勇者の姿を見せてくれ。さあ。お洗濯してからにした方が。オラもそう思うけど。うん、いいよ。何度洗っても落ちそうにないし、この汚れ。そうかもね。見ろ、思った通りじゃ。なかなかよく似合うぞ、アベル。ああ。赤き玉の聖女と並ぶと一段と映えるの。あ、礼はいらんぞ、礼は。いえ、ありがとうございます。デイジ、改めて礼を言わせてもらうぞ。礼だって？そうじゃ、お前さんはアベルばかりでなくティアラをも救ってくれた。ティアラも？ここに来た時のティアラは生きる気力を失っておった。おそらく自分があんな恐ろしい竜を蘇らせてしまったことに耐えられなかったのじゃろう。まかり間違えば自らの命を絶っていたやもしれん。それをお前は救ってくれたのじゃよ。アベルを生き返らせるためパデキアの葉を取りに行くことがティアラの心に希望の光を灯してくれたのじゃ。お前さんにとってはさぞやつらかったことじゃろう。私はそういう難しい話苦手だけど、今のティアラにアベルが必要だってことはわかる。ティアラを嫌いになれたらその方が楽なのに。ん？あれは宝石モンスター。くそ、もう狙いはアベルたちか。ん？おっしょ、モンスターだ。今頃騒ぎ出しよって未熟者めが。わしがなんでアベルに勇者の服を急いで着せたと思ってるんじゃい。むしゃくしゃしてたとこだ。みんなまとめてやっつけてやる。カタルコ、やかーちゃん。やかティアラ、ここにいるんだぞ。アベル、どーっ、きたー、抜けない、どーっ、うわー、アベル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 。
ベル。これは。だ。これが稲妻の剣の威力。すごい。この剣の切れ味。そしてこの勇者の服。よし、どっからでも来るがいい。今までの分倍にして返してやるぜ。ティアラたちのおかげでオイラの命は助かった。そしてザナクからもらった雷の剣と勇者の服は真の勇者の証だ。よし、ドラクエするぜ。